島田総司は日本の小説家、推理作家。ロサンゼルスと吉祥寺に今日構えていたが、現在は日本にほぼ在住している。広島県福山市に生まれる。広島県立福山茂機館高校、武蔵野美術大学商業美術デザイン科を卒業。ライター、ミュージシャンなどを経て、1981年に名探偵、三原清志が登場する。 先生実殺人事件が江戸川乱歩賞最終候補作品となり小説家としてデビューする。本作は2014年1月、イギリスの有力紙ガーディアンで世界の密室ミステリーベスト10の第2位に選ばれた。主な作品にはこの見たらい清シリーズの他に吉吉吉シリーズがある。吉吉吉シリーズは TBS 系で警視庁んがかり、 吉地区史シリーズとしてドラマ化されている。その他死刑演罪、日本人論、文明論を扱った作品も執筆している。2015年12月現在、見たらい清シリーズの国内累計総部数は532万5000部に到達している。近年は本格ミステリーにおける新人の推薦にも力を入れている。 松本清張などの社会派推理小説が優勢だった当時のミステリー界に新本格推理のジャンルを切り開き、あやつじゆきと歌の正語らを世に出すなど、1980年代後半から現在のミステリー流星につながる流れを作った。このことから新本格ミステリーの祖とされ、稀に新本格のゴッドファーザー、ゴッドオブミステリーとして称される機会もある。 2007年からは出身地である広島県福山市が開催する島田総司千原の町福山ミステリー文学新人賞の選考委員を務め本格推理小説の書き手を発掘している。また近年では日本のみならずアジア全体に視野を広げ本格推理小説の発展を支えている。2008年からは台湾の出版社交換文化出版と 日本の文芸春秋、中国、タイの出版社がタッグを組んで開催する島田総治推理小説賞の募集が開始され、その最終選考を本人自ら行っている。2009年には、講談社より刊行される島田総治選アジア本格リーグの選者となり、アジア各地域の良質な本格推理小説を紹介している。また、 日本国内でも2011年3月スタートの、ナグモドの本格ミステリーワールドスペシャルというシリーズにおいては、二階堂レートと,ともに、日本国内の新人作家の推理小説を多数、編纂、監修、講談社発、本格ミステリー、ベテラン新人発掘プロジェクトでは、講師として60歳以上のベテラン新人を発掘。2015年3月には、 三たら清シリーズ初の映像化となる傘を折る女が単発者としてフジテレビ系で放送された。さらに翌2016年6月には出身地である福山市政100周年を記念して地元福山を舞台に映画化のために書き下ろした星かごの海が全国公開された。このように還暦を過ぎても今なお旺盛な作家活動を展開しており、 現在日本の本格ミステリー界を代表する巨匠であり、重鎮的存在でもある。前週、三太来清シリーズ、吉吉畜史シリーズその他の小説1980年代、1990年代、2000年代観光、本未収録作品基礎の森見出遊儀パズルの、王国都市の迷宮基礎の復活作後配置二つの、 時計の謎美術館のネズミ城の夢撮影の架け橋第3面の殺人 LP ありがとうございます。